そしたら、ああ、俺変わったな、俺の顔。俺の顔。始めました？あ、皆さん、こんばんは。え？始まったか？始まった。日本の皆さん、こんばんは。ゲーマー B です。今日は？今日は、ゲーマー B が、有名な配信番組カオ TV 出ます。出てます。もう出てます。出ている。今日はゲーマー B の華麗なプレーが華麗なプレーが華麗なプレーが見れますということで、はい、今日はスペシャルゲストのゲーマー B さんです。よろしくお願いします。はい、じゃあ画面を切り替えます。はい。という感じですね。はい、というわけで、ね、投撃直前ということで、はい、ゲーマー B さんが来てくださいましたということで、はい、今日は久々のスパ4ですね。うん、スパ4の、はい、うん、カオ TV では久々ですね。確かに。はい。うん、なのでちょっと。カオ TV メンバーとちょっとスパ4などをたしなんだりとか、なるほど、やっていきたいなと思います。はい、はい、というわけで数の子さん、今日はじゃあちょっとゲーマー B と対戦などを いつもの丸投げでスパ4お願いします。え、嘘、どうするの。そっからいきます。グダグダいつものグダグダ、はい、じゃあどうしますか。じゃあランクもやりますか。ランクマッチ、うん、オッケー、見てる人が入ってきてほしいような感じで、オッケーオッケー。じゃあランクマか、ランクマッチ。エボ2位ですからね。あるん、うんうんです。エボ2位です。あ、そう、ゲーマー B への質問を募集しますので、はい、質問募集中なんで、ゴッツガーデンのツイッターで、お便りの URL 書いてあるんで、うん、ゴッツガーデンのツイッターの方のお便り URL の方に、ランクマッチ PS3 ですね。今日は PS3 です。ちょっとね、カオスのゲームなどの配置が変わってますけど、そうですね、後ろでレンが P4U やってますけど、いろいろできますね。はい、早い、早速、早かったね今ね、そんなすぐ入ってこないね。サロンですね。リュウ、ギリギリ、おお、強いぞこれは。でもリュウ戦はどうなんでしょう。あれ、お、見えねえ、見えづらいよね、単純に、ね、見えづらいよね。危ない危ない、やっぱりしっかりやってますね。ハルゲージ色おかしくないだろ。そんなことない。あ、私ちょっと濃くない、なんか色が濃いかな今。うん、普通かな。確かにちょっと配信の画面で見えてるのが色が濃い気がする。なんか色味の設定がおかしいかな。わお、うおー、危ない、おー、さすがだな。パテイルですね、この人。あ、昇竜拳を、あー、うわー、うまい今の、おお、待つね、できた、やっぱりダメか、おお、飛んでこない、おお、わー、厳しい、
おお続き、うわ見えない、おあれ見えずれ、全部表じゃない、見えないな見えねえよ、ケマビー日本のアドン使いとちょっと動きが違いますね、違いますか、動きがどこが違う、ジャガー結構そんなに打たないですよ、地上の、私は出ないの、空中の、私は空中、空中、あーなるほど、日本の人は地上のジャガーキックが多めだから、あーそこがちょっと違うなと思って、私も最初の時は地上のやっているんですけど、うん、だんだんがで昇竜拳を食らったったらでやっぱり出すのはダメですね、うん、あー確定しちゃうのか、空中が一番多いもんな、あれ、あープレス3だから大丈夫なのかな、これケツはこれ大丈夫なんですよね、このぐらいだったら多分大丈夫、 PS3 つけた瞬間とかだった、瞬間にやってるから、ね、うん、大丈夫、多分大丈夫、多分大丈夫、多分ダメだったら、そう、今井謝罪なんで、ね、まあいつものことなんで、いつもの KSK 謝罪はよ、ね、うん、これは難しい、最強キャラ、最強キャラこれは殺意竜が有利なわけないか、なわけねえ なわけねえなさあさあ動きは硬いよな、色がかっこいい、おお早い、おお危ない、はい、おー光った、なるほど、おおすごいあのあーもったいなかった、おー安定してますね、見えねえな、見えない、見えないでしょ、見えない、うまいなぁ、すごい今の手が出せない、ダメよ、おぉ DX、 コントローラーはファイティングエッジを使ってます、もちろんです、おぉボリ中断、やばい危ない決まり危ない、おぉこれは重かったでしょ、おー、なんでこれ、うまっ、なんでこれミス、もう何やってもゲマビミスやった、ん緊張中ゲマビ最後やった、最後やった、最後タッチ中継、タッチ中継は竜巻が粒ですから、あーだから相打ちしても勝ってるですから、なるほどね、その方が安定、へえすげえ、攻撃前にネタバラシ大丈夫か、いやいや、よくやってるんですか、たぶん竜巻があるのキャラクターはその方が安全と思う、そうね、そんなのやってんだ、日本のアドン使い、いい日本のアドン使い、いい、いやいや日本のアドン使いで強いでしょ、普通に、アドン使い、いい、カリスマは許さんからな、カリスマはカリちゃんは許さんからな、次のキャラは、ヤン、ヤン、ヤン苦手、声苦手、苦手なんだ、ん台湾は誰もいない、あいないんだ、うん、いない、台湾の、台湾何が多いの、多いのは残機、うん、残機なんだ、へえ、ホーク、渋いね、ホーク、ほどな、ホークも多いんだ、ベガ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 多い、へえ、一番多いのはベガ。ベガか、やだな台湾台湾やだなベガ多いのか、はい、見えねー、見えないな、生まれてこだ、
おお、なるほど、立ち強パン、これは結構危ないかも。でもたまに使ったら強いみたいな。強いんだ。ないよな。丁寧だよね、ゲマピーのアドンは。うん、体力リードしたら待つもんね、結構ね。うわぁ、あ、そうなんだ。おぉ、 F 式狙いか。これはうまいな。残り中段か。2位は違うな。2位は、ね、え、誰2位。あ、2位、世界2位。攻撃楽しみだな。中足触れないもんな。ゲーマー B のチームメイトは攻撃、RB ガイ使い、ガイシェンチェンのユン、ユン、ガイとユン。そうですね、あのジャスティンに勝った人でしょ、ユン。そうですね、その人。強いチームになってきたな、ね、うん、いやー、強いチームかなあ。今の発言天狗天狗だ、今の天狗だ、今の天狗くん。いや、私投撃がいつも出ているんですけど、いつも1回戦負ける。あ、そうなんだだからって苦手かなって。台湾はオンライン普通にできるの？ラグとかどう？オンラインは、いや、ラグは一応ちょっとあるだけでも、うん、そんな気にならない。うん、そうですね、気にならないのだったら、うん、できる。へえ、やる、できる。まあ、慣れだ慣れだ慣れ慣れ慣れた。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 もう慣れた。環境が違うもんな、日本の投撃の大会は。ね、エボ行ったら、なんか、やっぱ、アケコンとか持参だし、全然違うもんな。おぉ。ああ、あれ結構な、前歩き、あれ、なっちゃうらしいね。うん、結構なっちゃうらしい。マイナーね。おこの端がな、うまっ、うまっ、くまあいいかお、足受け、おお、なるほどな、動きが面白いな。端がすごいよ、おっぱ、あの端がバイクすごい出るもん。わお、対空は当たり前でしょって言ってたお前おオーストラリアで対空出るねってさ、それは基本どう思う、対空は当たり前だよとか言って、出ないやつ頭おかしいよいやそこは言ってないけどああ危ない、なるほど、対空出ないやつ頭おかしいよ。体育出るな。めっちゃ出るね。ねえ。でも立ち強キック飛ばれたら危ないのに、立ち強キック打ってる時だけ向こうが飛んでなくて、そう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 、向こうが飛んでる時だけ立ち強キック打ってないで体育が出るっていう。ゲマビマジック。マジック。立ち強キックが強いもんな。でもたまにも昇竜拳やりすぎの時もあるんですか。あゲマビ、はい、あ、うん、昇竜拳やりすぎ、ライジングやりすぎの時へ、あすぐに負けるでやりすぎだと思う、うん、やっぱり防御きついんだ、竜が多いね、竜多いな、確かに。ちょっとゲーマー B さんにお便りが来てますんで、はい、質問ですね、はい、質問、ちょっと質問か、試合終わった後にじゃあ行きましょう。もう多いな、確かに、うまい、あー今なんか入れてた、でも立ち中継、おお、
まいなやっぱり。おお。タチキョウキック。出た。おお。そうこのタチキョウキック。おおすごい。うわーすげえ暴れすんな。リバサだった。すげえ暴れすんな。投げ読みだ。投げ読み。うまい。あばい。おお避けた。運が用意。出た。ああ今の読んでたんだろうけど。隙少ないんだよな。おお。向こうも負けない。うわ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 ー出たー強いまたこれ強いそれはいじゃあお便りの方が来てますはい、ペンネームクロスさん顔メンバーの皆さんそしていつもニコニコゲーマー B さんこんばんはこんばんは顔 TV いつも楽しく拝見してますさて今回はゲーマー B さんがいらっしゃるようなので日頃思ってた疑問をぶつけますいつも笑顔のゲーマー B さんですが格ゲーでも日常でもブチ切れることはあるのでしょうか格ゲーわ、ちょっと格ゲーでも格ゲーは何格闘ゲーム格闘ゲーム、はい格ゲーム、はい日常でも日常でも、はいあ超怒ることはあるんでしょうかあもう長い期間はないねあもう怒ったことない、昔は結構してる例えばちょっと中学生中学校、うん、ああ中学生の頃、うん、高校の時代で、うん、負けたらでこうやってバーンえもう10年以上15年10年以上ですねすごいなそれでいつも笑顔を絶やさず、うん、格闘ゲームいや負けてるの時はやっぱりムカつくしてるの顔笑顔はなくなっちゃう消えてる、消えてるなんかでも笑顔と言ったらゲーマー B みたいな、うん、もうゲーマー B はいつもなんかあの笑ってるイメージがあるからあそうなんですか、うん、なんかカメラに映った時すごい笑顔が素敵な、うん、で海外の大会は楽しいですから、うん、あそれで笑顔が出ちゃうそうそうそう楽しいそう格ゲーではそんなにじゃあ最近は切れたことない怒ったことないあんまりないですねほとんどないですねはい、ありがとうございますはい、ありがとうございます見習いたいですねちょっとん見習いたいですねでもやっぱり大会中の時で笑顔はないでしょプレイ中あプレイ中のは真剣、うん、真剣の時は確かになぁなるほどな風の子とかもやっぱ切れてんの俺っすか、うん、俺はしないでしょ切れないかなって感じです、ねうん、今日アルカプでちょっと切れたんですけどアルカプで衝撃でしたんですけどえ、なんかあったっけ開幕空中投げを通されすぎていやいやいやこいつそれしかやんねえじゃねえかとか言って飛ぶなよじゃあこいつ飛ぶなよじゃあこいつよーって感じなるわ、ぶち切れる強い。いや、俺切れないね。そうそう。ペルソナの時は切れた。嘘。ペルソナ切れた。カズノコさんになると切れるわ。切れるかな。クソうぜえこいつ。落ち着け落ち着け。結構切れてんじゃね。終わり。カズノコさんになると切れるね。なんで。アルカプは違うもんな。この人うまいね。他は切れねえな。おゲマビがうまいっすか。おぉ、でもあ、ゾク当てみたいになってる有利っぽいね有利っぽかったねうわぁ、うまいラッキーおその笑顔これはラッキーだこの笑顔を消すやつは一体現れるのかっていううまいなぁ、立ち教官体育うまいね全然見たことなかったあれえ、なんでセビキャンセビキャンミス集中してるあーなんかゲマビ集中してるから
代わりに答えます。ミスです。あれ一確認っていうか、あれあんのかな、自動整備キャン的な。ないんじゃないかな。うわー、うまい。強い強い。昇竜整備キャンしなかったな。強えなー。でもキャミーとか辛そうなのにな。あれは辛いですけど。辛いですよね。辛いです。体力がリードされたら難しい。うん、斜めからガンガン来るもんな。いいですよ。お便りはないですか。はい、じゃあ次行きましょうか。あ、試合始まっちゃうかな。まあ、簡単な質問ですけど。簡単な質問、はい、はい。ゲーマー B さんはアドンは強いと思いますか。強い。どの辺が。どの辺が。もしキャミが A プラスなら、うん、多分 A マイナスかな。かなり上位クラスだね。最強と思うキャラは。最強はキャミと思います。あ、キャミなんだ。キャミなんだ。へえ。キャミ一番きつい。そうですね、あのキャラは多分間違ってミスがしないなら最強と思います。うん、あ、なるほどね。ミスがないの時で超強。火多いな。そう、あの持続当てみたいのすごいな。無耐久したらそれやるんだな。おお、この距離ですよ、この距離。いやらしい待ちするよ、ね、いやらしい。待つ待つ。おお、いやらしいな。いやらしい。いやらしい。うまっ。足払いにしないでるちゃんと。すげえ。あー、見えないな。おお、もちろんですよね。一番痛いのはこれ。うまいな。ゲマビ、フェイロンは。フェイロン、あ、フェイロンはきついですね。フェイロンもきついな。でも今のフェイロンはもう AE の得意はじゃん、違うでしょ。あ、うん、だからちょっと楽した。ああ、ちょっと楽した。その時のフェイロンはきつい、超きつい。うん、今は大丈夫。今は、いや、今はやっぱりフリーですけど、うん、でも丁寧で立ち回り、うん、立ち回りすると、うん、まあ、相手がミスする時で勝てる。うん、あ、まあ、結局やっぱり待ちしかないですから。うん、ジャガキが危ないです。あ、ないんだやっぱり。垂直ジャンプ？垂直ジャンプはいけるですけど、たまに逆に。ああ、そうだね。うん、めくり判定もあるもんね。ちょっと後ろにも判定。前で歩いてて立ち体型で そのまま作れる。あ、そうなんだ。そういうことか。うん、横が弱いですから。ああ。垂直ジャンプは弱い、横方向は弱いですから。なるほどなるほど。わかりやすいな。おお、すごいな。ちょっとやりたいですけど、はい、やめた。ああ。わかんない。でも裏、おー、ここからクラムチャウダー、おお、こうじゃない。よかったな。おー、ブレイク。うわー、やっぱ踏まれちゃうんだな。結構斜めに強い技ないもんな。
たの。うわー、うまい。うわどれ、うわー、勝てた。おお、打つ打つ。うわー、よかった。ジャガキック、結局なんだな。結局なんだな。はいな。ユンはきついですよね。は？ユンはきついですよね。そうですね。ユンはきついです。斜めの技が飛んでくるから、はい、潰す技がないから。あれきついよな。立ちコッパーとかだとダメよ。立ちコッパーで負けるんだけど。立ちコッパージャンプ中継に負けちゃう。ああ、そっかそっか。でも確かにユンの方も、難しいかも。ダメージが多い。あ、運が悪い時でジャガキック 2,3 回食らったら、すぐに半分の体力がなくなっちゃったって。なるほどな。次はゴーケンだ。ゴーケンか。ゴーケンは最近結構強いじゃない。なんかインフィールドのゴーケン結構強い。強い、強そうだな。バージョン貢献してる？バージョン。バージョン？日本で一番強い。VER。多分知ってる。多分知ってる。貢献強いよ。Xbox？ うーん。やれ？対戦？アーケード。アーケード。アーケードか。アーケードがやったことはないな。ああ、そっか。ブオーケットキャット。ああ、ブールキャット。ブールキャットさん。あの人はなら知ってる。これなんだな。おお、しっかり。おお、上り。パニックパニック。え、パニックパニック。やべえ。ザグちゃん行って、どうしよう。いえ、やばい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 。いやー、うまい。これはきつい。あー、あれでもアドオンが結構めんどくさい。100機。いや、そんなことはないです。処理処理券。私が別の呼んでいる。あー、グイグイ来るなー、豪剣。グイグイ来る豪剣はきついなー。あ、やばい。わー、確かにやばそうだ。うまい。おー、読んでるのかな。はちゃめちゃだなこれ。なんだこれ。うお、なるほど。なるほど。これは結構有利対決です。有利に、うん、有利に見えない戦いが。じゃあ丁寧にした方がいい。おお、あー、あれはうまいな。うわ、読んでる。あれはしょうがないでしょ、向こうは。うん。おお、さっきあれはしょうがないです。気持ちよくなってるな。あれはしょうがない。しょうがないな、あれはしょうがないって。あれはしょうがない。ちょっと前でステップで垂直ジャンプ、ジャンプしたら、向こうは何もできないで、ダブしてられません。あと、当てみ？EX 竜巻とか、うん、早いもんね、アドンの飛びね。そうそうそう、ちょっと難しいよね。難しい。面白かったなあれ。じゃあ、じゃあ続いてのお便り、はい、13歳 JC さんから。ああ、はい、あの人はもう13歳じゃないよ。JC JC JC ザエース。その JC じゃないな、多分。な、誰？あ、違う、プレイヤー？ケイシャッキー。ケイシャッキー。あの人はもう13歳じゃないよ。違う違う。誰？違う人、違う人。ケイシャッキー。JC は13歳。JC、13歳。そう。誰？ハンドルネームみたいなもん。ハンドルネーム。ハンドルネーム。あ、なってた。あ、なってたんじゃな。してない。匿名みたいな。うん、そうそうそう。匿名じゃわかんないから、でも。謎の人物。ネットのアカウント名みたいな。自由に変えられる。なるほど。そうそうそう。ファイティングエッジの使い心地はどうですか？結構いいよ。いい。いいね。感想聞かせてくださいと。
そんなに重くないですけど安定感がいい、好きです。下にね滑り止めもついてるし、ね、おい、そうですね、やばい、もうやばいって話してる山火もうやばいって話してる。おお、いい試合だこれ。これどうなんだろうね、この組み合わせ。この組み合わせはどう、難しい。難しいんだ。待つしかありません。ジャガーキングはビンゴをパンチが食らうので、危ない。あんまり打たない方がいい。うまい。あ、そうですね。海外の人はビンゴパンチで呼ばれる。英語だとビンゴロっていうもんね。なるほどね。あ、まとわりつく。ダメですね。あー、もう無理そうだ。もう鉄壁のゲーマービーでした。硬いね。硬い。向こうも硬いね。硬いね。硬いな、確かに。大陸リードしちゃうと。うわー、すごい先読みだ。うわー、固めすごいな。あー、それ当たっちゃうんだ。うわー、かわいそうになってきた。あー、向こうも必死。おー、すごいね。寄せつけないね。中段強えな。ポイント高かったのにな、相手の人。コーディー戦いけそうに見えちゃうな、これ。こんなに。実際には結構難しいですけど。難しいんだ。うん。すげえな。じゃあ、お便りは？あります？どんどんいきますか？どんどんいきますか。試合の合間に。じゃあ、続いて。ナルキュン好きさんから。はい、数の子さん、なるおさん、稲葉さん、蓮さん、そしてスペシャルゲストのゲーマービーさん、あとケイスケさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ゲーマービーさんに質問です。んん、日本語を2年でここまで堪能に話せるゲーマービーさんに驚愕してます。どこで、そしてどんな教材、日本語を勉強したのでしょうか。いや、2年だけじゃなくて、中学生からゲームメストってた。あの時でゲームメストを読むためで、ちょっと発音、ひたかな、ちょっと覚え、辞書とかで、そうそうそう、ちょこちょこで読んでいる。そして高校自体は日本語専門で3年間。あ、そうなんだ。でもその時はそんなに上手じゃなくて、多分3年前でホテルで働いたの時でいっぱい日本語喋ってた。あ、日本人のお客さんにも話せるように。そう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 。それから日本語がうまくできましたで。そしてこの2年で、話すチャンスが増えているんですから、まあ、ますますよくできている。あ、ゲーメストを読むために日本語覚えたんだ。そうよ、へー、ゲームの力は偉大です。日本のゲームのテクニックを覚えたいと。そうですね。へー、ガチやね。すごいな、すごいな、これ。日本人が海外のムックわざわざ読めるように勉強しないよね、英語ね。確かに、しないよな。読める人は買うって感じ、うん、読めるようにしようとは思わないよな。すごいよな。そう、日本のアニメとか漫画とかで覚えるって人もいるらしいです。そうですね、うわー、画面端きつそう。空中打撃の使い方面白いな。悪い。
取り組む。お、しゃがみとかな。うわーおー、これは73と思います。あー、これは、うん、これ空中ジャガーキックがソニックブーム飛び越すんだ、上手やれれば、うん、でソニックブーム出すと出さないの2択だけです。あー、うん、でも出すならですぐにエアジャガーキックでガードをさせて、うん、で強気攻めるできるですか。エボでも勝ってたもんね、うん、結構有利有利なんだ。ガエルきついか。あと置き攻めも見えづらいよねガエルね。そうです、うん、転ばされた時がきついよな、うん、かわいそうかわいそう。いやガイル使っていきなりゲマビアードに当たったらやめちゃうよな。やめちゃうよな。お、コーディだ。コーディ。サマーソルトで今日入れないもんな。めくりとかじゃない？ああ、うん。付き合うしかなさそうだもんね。うん。これはプレステですね。プレイステーション3ですこれは。うん、まあ、どのくらいやるの？そうだね、どのくらいやるか決めときたいな。ランクマはどの程度やるでしょうか。逆にゲマビは大丈夫なのかな。ん？時間はあんまり遅くしない方がいい、ね、攻撃も直前だしね、うん、そうですね。今日突発で出てもらったけど、まあそんなに今日は長くやらない予定です、うん。おおおお、しゃがみ中か。なるほどね。なげえ。うわー、やりすぎちゃうとやられた、やられちゃうんだ。うわーすごい動きしてきた。すごいね。うわーいやらしい。もうよし。うわあ、もうコンボミス。あぶねえ。来ませんな。書いたな。あー、割り込みライジングは強。あ、強いの。今日。大キック。大キック。大キック。今日一択か。中とジャックはどうやって使い分けるんですか。中は下ターン無敵がない。ああ。上と投げの無敵がある。うんうん。うん、でもダメージがの方が大きい。あ、ダメージが大きいんだ。最初の1ヒットは90、大キックの最初の1ヒットは50だけ。あ、全然違うわ、うん、だからコンボをするときは中中ライジング、うん、あ、セビキャンしたとかとか、した時とか。そうですね、セビキャンの時で。なるほどな。またコーディだ。偏ってるな、結構キャラクター。コーディ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 、リュウリュウリュウ、コーディコーディ、リュウとコーディばっかりだ。え、カツノコさん今、はい、ユンは2012はどう思います。まだ強いんじゃないですかね。まだ強い。まだで、どれくらい、どれくらい、どれくらいだろう。上から10番には入るんじゃない。10番ですか。10番以内には。あや、なるほどね。逆に質問されちゃった。なるほど。おお。
うわー反応早かった今。見えないな。見えないな。デヘペロとか。いつデヘペロって言う。お。そうこれがやらしい。80系がすげえやらしい。確かコーディ多いです。コーディ多い、うん、おーやらしいなー。ゲーマービーはやらしいってことだ、ね、やらしくはいいよ。やらしい、そうやらしい、わかりました。じゃあゲーマービーさんに来期客も、うん、来週客来劇来劇来劇週はもう やらしい、いやらしいじゃない。まあ、あ強いね。あれはまあ、もっといやらしいかも。じゃあ、ゲームさん、お便りです、また。ホテルマンさんから。はい。カオ TV の皆さん、ゲストのゲマー B さん、そしてお会い、こんばんは。ゲマー B さんは、新日ということで、よく日本に来日されているかと思いますが、日本のゲーム環境のここがいいという部分があったら教えてください。日本のゲーム環境、はい、そしてそれがどうして台湾ではないのかっていうのを教えてください。お結構難しいですね。これからも頑張ってください。いやゲーム環境に行動に そんなに差はありますか。日本のゲーム環境はいいでしょ。結構いいと思います、ね、うーんアーケードもあるし、うん、ネット対戦もちゃんとできるし、うん、そして日本時代自身にゲームやっている人が人数がものすごく多いんで。台湾はそんなに多くはない。台湾は人気のは PC ゲーム。あ、PC がメインで。スタークエフトズーとかで、リーグオブレジョンとかで、あとは、FPS ゲーム、うん、そういう形の結構多いですから。こっちは主流だから。そうですね。格闘ゲームはやっている人はほとんど。本も難しいからってずっとやっている人。あなるほど。老人です。まあでも環境自体はじゃあそんなに差があるわけではない。そうして、そうですけど、でも人が多いと楽しいでしょ、うん、楽しいですからってやる毎日やりたいでしょ。でも、うん、台湾は人数が少ないので、うん、たまにやりたいでもできなくて、でだからこそたまに退屈することがあるので、結局は盛り上がるはできないで、だんだん格闘ゲームやる人がなくなっちゃうかのことも結構あるし、あんまり人気ないからって、うん、そういう感じ。そういう面の環境か。さすごいと思ったのがさ、こんな力説を英語で、いわゆる英語でしながら、外国語でしながら普通に勝つっていうね。すごいね。プレー超冷静だったからね。外国語か。外国語。ゲマビからしたら。ゲマビからしたら外国語でこれを説明して、してんの。しながらゲームやってるからね。しながらゲームやってるから。で、超強いから、ね。しながらゲーム。英語喋りながら、ね、説明しながらゲームすごい難しくない？難しい、超難しい。しかも外国語じゃん、日本語なんて。そうですね。超難しい。私が、集中の時は周りの聞こえは聞こえない、音は聞こえないの人、うん、ですから多分集中の時で隣の人は何言っているのは、ま、うん、さっぱり分かりません、うん、でも普通にさ、こう試合に入りその話が入り込んじゃったから、はいはい、その試合中集中して終わったらまた話すかなって感じだったんだけど、そのまま喋りながら普通にやってるからそうすげえなと思って。その時はまあ考えずにそのまま勝利権出す方がいい。こうやって。なるほどね。すごいな、もうルーチンワークね。な。すごいからね。やっぱり。さて、運が増えてきた。あ、おしゃれなやつだ。
まい。おお、うまい。どうせ結構やるな。おおおお、やるね。おお、うわあ、弱だったもん。ジャガー結局読みだったんだな、今日の。そうなんです、ね、そうですね。ハゲも潰せるしって感じ。お？もうダメ。おお。ちょっと向こうも多分びっくりしたんだな。うわあ、今の早い。すごいフェイントだ。うわー、この中盤すごい強いんだ。うん、時間が長い。あ、相打ち狙う、優先によく使う。なるほどね。今のところ全勝。調べてるような、うん、長いっぽくねえだもんね俺らね。ん、長いっぽくねえだもんね俺ら。強そうとか言って。強そう。ゲマビはちゃんと長いからとか、うん、勝てるからとか、まあ、勝てそうとかだからな。強いね。サブキャラクターとかいるの？サブキャラは今は豪気かな。あ、豪気なんだ。でも長い期間でやっていないので弱い。あ、超弱い。昔やってたんだ。4の時。ああ、相当古いね。うん、4の時がすごい強かった。普通かな。普通だった。普通。日本に来る時は完全に負けているですから、うん、そんなに強くない。でもあの時の相手はほとんど新宿大捨ての相手ですから、それは超難しかった。あとまあ日本の環境にも慣れてないしね。うん、すごく大事なことな気がするな。ダーキック避けられてるとこ見たことないな。言い過ぎたんじゃないんだな。たまに避けられるもんな。うまい。空中ダーキックかな。やっぱり。ここです、ここ。ここ。もう崩せません。ゲマビアドンは。もうガンマッチですから。うわっ、もう崩せません、うん、ほら硬いです。体力リードしたらゲマピアノ硬いです。おお、あー、立ち。この体力差ついたらもうまだばらまくもんな。瞬風脚に昇竜拳反応しようとしたからね今。うん、結構毎回狙ってるっぽいね。うん、うまっ。うおー、なるほどね。レンガか、レンガで、なるほど。じゃあまた、お、お便り、さんにお便り。あれ、すみません。あ、まあ、勝ちましたからね。あ、押しちゃった。押しちゃった系で。じゃあゲマビさんにお便りです。浅佐、はい、さんから。浅佐さん、顔メンバーの皆さん、ゲーマー B さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ゲーマー B さんは、投撃で注目しているチームや注目しているプレイヤーはいますか？注目？では皆さんお体に気をつけて大会や配信頑張ってください。日本の投撃決勝いるのチームは全部有名プレイヤーですから、どれでも注目じゃない？どれでも超強いじゃない？だから注目は、いや、目の前の相手が一番優先と思います。うん、トーナメント表出るのとかね、そう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 、ドキドキしますよね。その時でやっぱり最終戦の相手が気になる。うん、でもやっぱり結構日本の人とかはやっぱりエボで準優勝のゲームアビーさん結構注目してるんじゃないかな。いや、環境とルールは違うので多分よくわからないですね。アーケードはやってる？
アーケード今回はわざわざ1週間前で来るのはアーケード練習したいですから。で普通にはこういう形のでしょ、うん、目が回しないでもケージを見えるでしょ、はいはいはい、でもアーケードをやるときはなかなか反応できないで、あだから今回はで早めに日本来てアーケード慣れて、そう練習したい。さっきちょっと聞いたんだけど、なんかやっぱり去年とかは来てすぐ投撃だったから、あーアーケード全然調子出なくて大会ではすぐに大会すぐに死んじゃう終わってじゃあもうの試合やって帰ろうみたいな時にやって慣れてそこで調子出るような感じだったから、だから今回早く来たって言ってたよ。なるほどね。なんか投撃はなんかいつも調子悪いらしいね、アーケードに慣れてないからか。そう外国の人はみんな苦戦してそうだね。そう絶対そうだよね。日本だけだもんね、ああいうでかい画面でゲームやる。確かにチャイナがある。チャイナ製の筐体がある。へ大きさはあんまり変わらない。けえな、最初画面でかくてゲージ見えなかったらしいから。ゲージが見れないんです、こういう、うん、大きい画面でやってないから、うん、画面見てるとゲージまでこういちいち 目線をずらさないと見えなくてみたいな。きついね。早めにね、ゆっくりして引き上げなきゃダメだよ。おお、勝てませんな。台湾は厳正があるですけど、少ない、超少ない。超少ない。そして、2012のアーケードがない。AE だけ。AE までだし、AE だけ。パワーアップしないんだ。そしてちょっと高いがもう日本円60円ぐらい。ああなるほど。まあ大体日本だと100円にくれだから、まあそうだね、50円ワンクレかね。50円ぐらい。でも台湾の無価は日本の3分の1 だからそうちょっと高い、はい、確かに。だったら家庭をやるよね。あそうですね、家庭、うん、のが安いな、それだって。うん、ああウーファーか、うんうん、なんでアドンにしたんですか。アドンはスーパーの時新しいキャラをやりたい。あで最初はダトリー試したんですけど、うん、気に入っていないで、ガイも気に入っていない。3番目はガイ、アドンでした。運命の出会いだったんだな。俺もアドンはプンプンするんだよな、気が合う気が。俺アドンとは気が合う気するな、アドン。プンプンするよ、お前。使ってたもんね。ね、使ってたね、すごい、うん。これ、ルーファスアドンは、やっぱルーファス結構きつい。アドンがいける？アドンはいけるですけど、まあ、難しいかも。でも、一応有利です。うわ、タチューパンとして、タチューパン長い、結構長い、ね、結構潰れる。本当あの技使ってんの日本あんま見ないもんな。まあでも今のうわー、いる、うわ、もう、うん、よく分かっているね。あ、本当やばい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 。おお、よこれハサリ、これはまだかんない。おお、しょうがないな。きついね。またジャンプしたいですから。この時は待ちしかありません。危ない、大事に戦うんだから。うまっ、対空使うけどうまいよね。ねえ、
うわ反応してない。ウータイク反応してた。あっ F 式かな。危ないよこれ。危ないよ、ブンブンすんなこれ。ジャンプするかな。おー危ない、おー怖い。さすがですな。硬いな、攻めづらそうだもんな、ルーファスが呼んでる。なるほど、ジャンプしてからか。あーやばい、あー危ない、出なかった。昇竜拳が出なかったな。分かんないキャラだな。こわー呼ばれてたけど。うん、ドゲマビ、うわぁうわぁ。あぁ、違う。おぉ、運が良かったね。これ、ちょっとタイミングが、楽のタイミングが他の人を誓うので、うん、ジャンプダイキングが遅かった。あぁ、ね、そうなんだ。びっくりしたな、今追いかけられてる時のね。もうちょっと早めで押さないと。よかったな。立ち強盤とか超うまかったな。うん、あれは結構痛い。うん、あ、言ってくれる。わかりました、はい。じゃあこれ、これはあと一回ラストにしましょう。うん、じゃあちょっとランクマン一回これラストにします。お、ルーファス。マイクの調子が悪い。あ、これ大丈夫。おお、もっと強い人。高っ、もっと強いルーファスが来た。高っ、ルーファス時刻です。ここは注目したいよ。まあ、おっ、すごい。なんかもうせっかくだから全勝してほしいよね、もう。丁寧ですね、この人。丁寧だね。あーやばいなー、ここも危ない今の。今の持続当てみたいな、うまいな。うま、強い。どうしよう。うわうわ、すげえな今の。前下から低空じゃがきと飛んでる。よくガードしたね。どうする。あーら、あーら、なんで。危ない、まだ残ってない。あー、これは危ないですよ。強いなー、この人。この人強い。強いね。おー、マジか。マジか今の。まずいねこれ。はい、うわ、うまっ。なるほどなるほど、すごい判断。すげえいい判断だな。うわぁ、何今の。知ってる。アドン戦超うまいな。え、うまい。あらぁ、ラップしたってみたいな感じしてる。負けちゃう。ファイト。おぉ、読んで。うわぁ、うわぁ、やる。あら、出なかった。やりたいですけど。出なかった。しょうがない。勝ったな。強かった。強いですね。強かったね。うん。とりあえずゲーマービーさんもお疲れ様です。ちょっと休んで。あ、休みます。普通に会話します。します。どうします？どうします？ちょっと休みます。ちょっと飲み終わる。あ、なるほど。強かったな。でも。すげえ強かったね。まだまだモサがいるね。これは日本のいいところだよね。うん、まあ、海外にも多分いるだろうけどね。まあいるんだろうけど、まだまだ強い人は。気軽にね、強い人と戦えるからね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。それゲーマー B さん の、 その着てる服、はい、それスポンサーの、はい、あー、スポンサーの T シャツ着てるもんね。いつもなんかあんまり日本だと聞かないから。その確かに聞かない。最近が入ったばかりですけど、会社名は
アバメディアという会社。アバメディア。アバメディア。ディアはい。キャプチャーボードとキャプチャーデバイス作るの会社です。ゲマ B さんは、ゲマ B さんはそのサラリーマンみたいな感じなんですよね。あ、そうですね。社員なんですよ。プロゲーマーってなんかそのゲームやってお金もらうみたいなイメージなんですけど。ね、スポンサーよりも実は宣伝な社員みたいな感じ。はい、普段は。だから普段はもうずっとパソコンカタカタやってて、そう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 。で朝9時から6時ま で, で大会があったらその大会 の, そのスポンサーとして、そう、宣伝の宣伝宣伝社員です。宣伝社員か。戦うサラリーマンか。戦うサラリーマン。毎日 E メールを読まないと。だって月曜からまた仕事らしいからね。そう。ああ帰って東京終わったらそうだ、東京終わって日曜帰って月曜仕事っていうね。はい、すげえな、大変だなと思って。普通に仕事もしてるんだもんね。はい、しないと危ない、危ないじゃない、将来将来危ない危ない危ない、うん、将来危ないってだな、危ないって、俺ら危ないね、もう 若くないですか。そう、ゲーマー B33、 そう、ね、33歳です。俺すげえもっと若く見てたんだけどね、うん、そうですね、すごいね、まさかキャプチャーボードか。キャプチャーボード、キャプチャーボード、うん、ここで今3人ね、今パソコンド素人が、ああなるほど。今配信しているのキャプチャーボード、キャプチャーボード、うん、配信、はい、そう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 、そういう感じ、なるほど、うん、キャプチャーボードか。調子悪い？あ、調子悪いんだ。なるほどね。声入ってるかな、これ。ケイさんの声入ってますか？ケイさんの声入ってますか？そう、キャプチャーボードはこのゲームの画面を出してるやつですね。はい。PC に取り込んでるやつ。ないか。あ、聞こえない。おい。大丈夫。あ、そうなんだ。あ、はい、聞こえてるっぽいよ、うん、キャプチャーボードは、キャプチャーボードは、あ、今言った、ね、やば、入ってないから、大丈夫です。俺ね、作ってる会社で働いてると、うん、流石はどういう意味、さすが、さすが、さすが、うん、さすが、日本語の漢字はね、ちょっと読み方がいっぱいあるからね、そうですね、うん、さすがでわかる、さすがならわかる、うん、わかる、うん、アニメの中に結構あるでしょ。ああ、そういうセリフが、そう、あ、アニメとか見るんだ。昔結構見ている。へー、どんなん見たん。ランマ。へー、古いじゃん。古い、古い、ランマどう、まあ、確かになんか俺と同世代だからさ。そうですね、うん、ランマ同世代か。ロードストー戦記。ああ、懐かしいな、懐かしい、懐かしいですね。名蔵一個、名蔵一個か、名蔵一個か、うん、こういう感じの。あれ、台湾語のやつがあったの、それ日本語で読んだの。日本語で読んだ、日本語で、いやいや、日本語でセリフ、うん、ここは地獄、あ、地獄は入ってる、うん、中国語の地獄が入ってる。あ、それで聞くんだ、強制としていい、そうそうそう、通訳があるで、そう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 、その時でアニメ見ててセリフを並んでいる、うん、うん、習いている、習いている。すごいな、漫画とかアニメとかで、ね、外国を覚えちゃうってすごいよな、うん、日本の、うん、漫画は本当に大事な文化ですね。すごい文化、面白い、面白いよ。台湾でも人気あるんだ。漫画本当に人気あるで、へえ、誰でも見ている。ワンピースとかあって、あ、最近私が好きのは、あれ、何、ベルザルク、あ、ベルセルク、あ、ベルセルク、ね、ハンター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 、あー、うん、好き。それも字幕であるんだ、台湾語の。そうですね、でも今のは多分、あ、普通に読める、日本語を読んでも遅いですけど、あ、多分読めるんだ、読める。へえ、すげえな、うん、はい、それはね、俺の本読む遅さ半端ないからさ。あ、そうなんだ。
ということですね。はい。お便り来ますか。じゃあお便りもね、まだまだ来てるんですけど。多すぎですか。お便りコーナーとしていきましょうか。じゃあ、ただの兵隊さん。はい。稲橋、上園兄貴、蓮さん、和の子くん、鳴尾、こんばんは。こんばんは。こんばんは。俺と猫時代いない。何でも呼び捨てだ。俺だけ呼び捨てだよ。鳴尾。いつも楽しい配信ありがとうございます。そしてゲストのゲーマービー、こんばんは。こんばんは。いつも応援しています。ありがとうございます。ゲーマー B のアドンはとても好きです、はい、早速質問ですが、はい、ゲーマー B は毎日どれくらい練習していますか。あ、練習か、スーパーが出たばかり、アドンが始まったばかりは毎日多分6時間以上。おお、へえ、うん、毎日空中エアジャケキでやってる。あで最近はあんまりやってない。1日多分1時間2時間くらいで。おお、でももうだいぶもうね、上級者になってもう完全にテクニックが身についたから、もうそれぐらいの練習で。そうですね、でもやっぱり大会の前に練習が増えている。だから1日 3,4 時間もあるですけど、投撃に向けてもやっぱり練習した。そうです、練習しないとはダメです、うん、練習場所とかは、台湾にいるなら、ネット対戦。ネット対戦、うん、でそして海外いるときはやっぱり強いのプレイヤーと練習する、うんうん、なんかあのオフラインで練習する集まる場所みたいなのあったりする。そう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 、うん、例えば大会の近くで、大会のホテルの、うん、たまにも部屋の中に誰か集まってて、一緒にプレイする時もあるし、うん、でこういう感じで。オーストラリアでもそうだと思うね。そうですね、マネマチの練習も結構、マネマチの練習マネマチは本気ですから、だから練習の時結構テンションが上がる。大会みたいなもんだもんね。そう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 、真剣勝負、真剣勝負なんですから、うん。じゃあ続いてのお便りいきましょうか。読めないですか。あ、投撃が終わったら、はい、ゲーマー B さんは、P4U やったりしますか。今の予定はないですね。なんかこれからやっていきたいゲームとかは。私がやりたいの、はい、鉄拳が家庭用出たらやる。おお、鉄拳タック、うん、鉄拳タック2、うん、あれは結構好きです。9月でしたっけ。9月にね、うん、P4U で伝わるのが、 P4U で分かる、知ってる、うん、ペルソナでしょ。ペルソナ、うん、うんうん、ちょっと触ったですけどあんまり面白いんだけどね。面白いですけど、うん、このあ本をちょっとギルディギアやってたことがあった。GGXX まで、イグゼクス、うん、で結局が台湾がやる人があまりいないので、うん、諦めた。 あんまりいなかったのね、ギルディは、うんうん、対戦相手いないとね、きついよね、うん、やっぱり、うん、あのゲームは結構いいゲームでした。面白かった。面白かった。キャラクターが性格がいいです。な、何使ったの？最初はチップ。チップ。チップ。弱い。超弱い。でも早いけどね。ブリジット。あ、ブリジット。ブリジット。でもあのキャラがキャラクターは難しすぎるので、うん、ちょっと弱くて弱いで。ああ。なんか、なんかキャラの好みとかはあるの？キャラの？キャラ好き、なんかこういうキャラが好きみたいな。ああ、そうですね。自由なキャラクター。自由なキャラ。動きが自由しているのキャラクターが好き。ああ。速いの方。速い方がいいんだ。うん、速い方がいい。ブリジットが男の子って知ってる？知ってる。それくらい知ってる。それは知ってる。うん。じゃあこれ、じゃあ最後のじゃあお便りですね。はい、はい、
ナルタムシュキさんからね。はい。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。先日のエボでの、はい、梅原 VS ゲーマー B の感想が聞きたいです。はい、感想ですね。よろしくお願いします。試合の前には結構自信があった。流線が得意です。うん、で、ゲームの流れはほとんど私の予想通りですけど、でも梅原さんの作戦は多分ずっとこっちにプレッシャーをする、はいはい、で私が大キックとかライトパンショーパンチとかで押すするためですから、結局逆に勝利権が食らった、うん、そのためにそれが食らったからで負けました。だからで梅原さんが強かった、うん、本当に強い、うん、作戦大成功作戦大成功で、あれは確かにアドンより間違えてない、うん、だが梅原さんが強い、うん、梅原 VS ゲーマー B の動画、うん、すごい再生数、そうですね、うん、あれはすごかったな、恥ずかしかったじゃあね、今日はゲーマー B さんに来ていただきましたけども、ちょっと時間も遅くなっちゃってるんでね、はい、なんかなんかありましたら、宣伝とか告知とか、宣伝が、はい、まあアバメディアはこれからゲームの業界で商品出すので、もっとお名前を覚えたげて、はい、で喜んで、うん、アバメディア自体は結構昔からある、うん、あ、結構昔からあるですけど、でもその時は TV トゥーナーみたいなやつ作っている、はい、最近からゲームの方だったりパソコンの方に進出してきた、うん、だがゲーム業界はあまりしていないだろう。あ、なるほど、なるほど。で、私の仕事はプロゲーマーですからで、はい、応援すればで、やっぱり私の仕事のスポンサーを、はい、宣伝することでさ、うんうん、これくらいで許してください、まあ、アバメディアを、はい、アバメディアね、はい、アバメディアよろしくお願いしますということで、はい、はい、ちょっとね、試合とかもしたかったんですけどね、まあ投撃も控えてるんで、まあその投撃の試合をお楽しみにということで、はい、はい、じゃあ今日は T シャツをもうちょっとねカメラに向けて、カメラこれ、そのカメラかな、はい、アバメディアです、アバメディア、背中、あ、後ろがこれ、後ろもある、おお、後ろがかっこいい、かっこいいな、これがこれ見せないと、これゲーマー B の B って8なんですよね、ゲーマー B の B は8ですね、うん、かっこいいなこれ、うん、かっこいいね、うん、これはデザイナーはオーストラリアのシャドルショーダンの、あー、シャドルショーダンね、その兄弟、はい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 、シャドルのデザインかっこいいよね、そうそうそう、あの人はめちゃくちゃ強い、強い、うん、動画作るとかで、うん、あ、すごいなんかセンスがいい、うんうん、はい、じゃあそういうわけで今日は、ゲーマー B さんに来ていただきました、ありがとうございました。じゃあ投撃も頑張ってください、はい、ありがとうございました。じゃあそれでは今日は突発カオ TV、ちょっと早いですがお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。Thank you.